で打ち分けて、でこのまあストレートインコースのようなストレート、まあ、そしてチェンジアップがアウトコースでちゃんとコントロールできるか、この2つだとは思うんですけども、はい、三振ワンバウンドでした。チェンジアップですね、はい、ナイスボールですね、同じような感じの口になってしまったんですけど、はいはい、どうしてもここ2試合、はい、あの5回投げ切れてなかったんですが、まあ、結果今日も、うん、そういう形ではなってしまいました。この時点では今は3失点、ただマウンドにランナーを残している状態です、はい、逆転してもらったこの5回積み上げされることができました。思いが相当、ね、そうですね、やっぱり道中でも話しましたけども、はい、ストライクを打てないんですよね、はいはい、ですからその強引にっていうところがまずその心の部分の強引をやっぱり取っ払ってほしい、これ私も経験がある、はい、打てないから打ちたい、それがだん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 こう空回りする、で空回りすると今度歯車も合わなくなってくるので、悪い方へ行くんで、はい、ですからそこの部分ですよね。まあでもこれはね、ちょっと一つ考え方を変えれば、はい、1年目からこういうことを経験できるってすごく私からすれば幸せなことだよっていうことを、はい、もしね声かけるチャンスがあるならば、そういう言葉をかけたいですね。岡田監督まだ1年目ですとかね、はい、そういう話はしてはいますけど、はい、